武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは、続いて政治経済の勉強について話していきたいと思います。政治経済ですが、時間60分で配点40点で、大問4つ、出題されています。で、出題形式は、選択問題と、記述そして論述、出ております。論述に関しては数十字のこともあれば、200字程度まで書かなきゃいけないこともあり、2017の問題だと、40字と150字の論述が、出るという形になっていました。で、論述用の問題集、しっかり追加でやっておく、ことは前提とはなりますが、レベル的には通常通り総計レベル、早稲田レベルの、政治経済のルート、しっかり終わらせていけば、十分対応できるかとは思います。で、プラス時事対策ですね。こちらは必須でやっておきましょう。早稲田を受ける場合で政治経済を使うようであれば、時事の対策はほぼ必須なんですけれども、こちらしっかりやっておかないと、いけません。で、時事の知識、なんというか時事の最近起こっていることだけ知ってればいいということじゃなくて、それを例えば教科書とかの内容と絡めて、ちゃんとそのテーマとかの深い理解ができているかどうかっていうところですね。このあたりが、結構求められている、形となっています。なので全体的にその聞いてること自体は基礎だったり知ってることだったとしても答えられるかどうかっていうのが回答を要求されるレベルがどうしても高くはなっているので、そちらに合わせた対策をするように心がけてください。で、論述に関しては長いわけではないので、150字、200字程度であれば、論述の参考書をちゃんとやっておけば十分対応できる長さではありますので、河合から出てる計算と論述の、問題集などを使って何もしくは実力をつけるなどですね、で論述練習をして、おくといいかとは思います。政治経済の論述自体参考書があまりないっていう部分はありますので、これらの参考書を使って、しっかりフォローしておくと、いいかとは思います。